はい、タンタンです。今回はこちらティキティキウクレレの、コンサートサイズのウクレレですね、こちらの HK-C5A E カスタムっていうものを紹介していきます。はい、ですね、こちらのウクレレは、まあ、見てご覧の通りね、非常に美しいハワイアンコアが使われております。まあ、型番にも入っている通りですね、5A のハワイアンコアを使用しております。ヘッドにもこの通りね、非常に綺麗なカーリーコアが使用されています。で、このモデルはですね、まあ、ティキティキの、通常ラインのモデルなんですが、 E カスタムっていうことでですね、指板が、まあ、もともとはローズウッドのモデルなんですけど、これはエボニーで作られていて、で、ブリッジももともとはこれがハワイアンコアで作られているんですが、こちらもエボニーになっております。はい、なので、まあ見た目もね、なんていうんですかね、エボニーなんで真っ黒な感じになっていまして、まあ、見た目も音もちょっと引き締まったような、印象になるかなと思います。はい、で、まあ、こちらのウクレレは12フレットジョイントで、まあ、ヴィンテージサウンドを意識して作られているモデルになってまして、まあ、ハワイアンコアのモデルなんですけども、まあ、甘く柔らかいようなサウンドを、表現したモデルとなっております。はい、結構、さっきも言った通り少し柔らかめな感じの音がするので、なんだろうな、まあ、コンサートサイズっていうサイズ感もあって、ソロでも結構使いやすいかなと思います。で、かつ、まあ、ハワイアンのね、伴奏なんかでもしっかりと、ボディ自体も鳴ってくれるので、かなり使いやすいのかなという印象ですね。はい、ということで、こちらの、ティキティキのコンサートサイズのウクレレHK-C5A E カスタムですね。はい、こちらのウクレレ気になった方のお問い合わせ、購入の方お待ちしております。タンタンでした。